お腹すいちゃうわよ。ほら入っておいで。はーい、ごちそうさまでした。よーし、学校行ってこよ。ケン、今日はまだ雪が降るかもしれないから傘を持って行きなさいね。傘？荷物になるから嫌だ。ダメよ、雪もたくさん降ると濡れちゃうんだから、ちゃんと持って行って。はいはい、持って行けばいいんでしょ。じゃあ行ってきます。おはようございます。今日はせっかく雪が積もってるから1時間目の授業は体育に変更します。ということでみんな早速外に集合よ。やったー。せっかくだから大きな雪だるま作らないことくれ。雪だるま、いいよ。じゃあみんなにも手伝ってもらおうだぜ。おーい、みんな雪だるま作るの手伝ってくれだぜ。いいよ、もっともっと雪を集めて頭を乗せると雪だるまの完成だけど、雪だるまといったらやっぱり顔を作りたくなるわよね。確かに。じゃあ鼻もつけて手もつければ今度こそ完成。我ながらなんて可愛い雪だるま。よし、今日からこの子は雪だるまのユッキー。よろしくね、ユッキー。ユッキーか、可愛い名前だぜ。雪だるまに名前をつけてあげるなんて、ケイちゃんよっぽどあの雪だるま気に入ったのね。みんな雪遊びはしっかりできたかしら。チャイムも鳴ったし教室に戻るわよ。はーい、じゃあユキまた後から遊ぼうね。放課後になってもまだ雪が降ってるぜ。今晩はずっと降るみたいよ。あら、ケン何してるの。帰ろうぜ。雪もどんどんひどくなるかもしれないな。ユキ、今日は雪がずっと降るんだって。だから私の傘を貸してあげるね。まあ、雪だるまに傘さしてあげたの。ユキは雪だるまだから大丈夫でしょ。だって雪だるまでも濡れたらかわいそうなんだもん。そんな優しい毛が大好きだぞ。いらないなら帰りましょうか。うん、ユキ、おはよう。よしよし、昨日は濡れなかったみたいだね。今日も後から遊ぼうね。待っててね、ユキ。みんなおはよう。あ、ケイちゃん、おはよう。なに、みんな私の席に集まってどうしたの。それが、ケイちゃんの机が。え、私の机？なんで濡れてんの？誰だぜ？ケイの席をびしゃびしゃにしたの。そう、ケイの席だけ雨が降ったみたいになってるんだ。おかしいわよね。雨漏りしてるってわけでもなさそうだし、他の人の机は何もなってないし、私のところだけなんで？昨日帰る時に何かこぼして帰ったのだ。何もこぼしてないよ。おはようございます。はい、みんな席について。はい、何なんだろう。わかんないけど拭いておこう。どうしたの？なんかおとなしいっていうか考え事でもしてるの？今日学校に行ったら私の席だけびしゃびしゃになってたんだ。え？お姉さん学校でお漏らししたんでちゅか？まあ、さり違うよ。みんなが学校に着いた時にはもう私の机がびしゃびしゃになってたみたいなんだよ。まあ、不思議な話ね。昨日も雪が降ってたから教室の窓でも開いてたのかしら。わかんないけど、ほんと嫌になっちゃうよ。学校に着いた途端机拭かなきゃいけないんだから。まあでも K の机が綺麗になるからよかったんじゃないの。ほんとですね。まあ、サリーもマナもひどくない。雪が上がったね。また後から遊ぼうね。あ
どうしたのみんな、そんな顔して。私の顔に何かついてる？今日も、ケイちゃんの席が。私の席、また何かなってるの？俺たちが入ってきた時にはもう、この状況だった。誰がこんなことしてるんです？お前、誰かに恨まれてるのだ？え、私、何もしてないよ。こういう時、漫画だと、ケイちゃんのことを好きな男の子がいて、その男の子に片思いしている女の子が嫌がらせをするとかあるんだけどな。ちょっとリオン、何？いきなりレオみたいになっちゃって。いやいや、今読んでる漫画の主人公がライバルの女の子にいろいろ嫌がらせ受けてるっていうのがあったから。ってことは、俺のことを好きな誰かがケイに嫌がらせしてるってことかだぜ。いやいや、今のは漫画でよくあることで、別に本当にそういうわけじゃないと思うけど。でも続いてケイちゃんの周りだけ何か起こるなんておかしいわよね。偶然というよりか、明らかにケイを狙ってる可能性が高いよな。じゃあやっぱり私、誰かに狙われてるの？でも最近のケイは特に誰かの恨みを買うようなことはしてないよな。ことを好きな男の子がわざとケイちゃんに意地悪してるとか？私のことを好きな子？誰だろう？ケイは可愛いから、ケイのことを好きな他の男子がいたとしても不思議じゃないけど、誰も俺のケイに対する気持ちには勝てないぜ。いやいや、落ち着けよ。まだチャックにライバルが現れたわけじゃないし。だけど本当に、一体誰が何のためにやったのか、少し調べてみるか。ユッキー、おはよう。あれ？ユッキー少し小さくなってる？気のせいかな？まあ、また帰りに来るね。おはよう。今日はどう？今日はアイスが置いてあったみたいだけど。溶けて漏れてベタベタになってるわ。ほんとだ。っていうか、このアイス、私がめちゃめちゃ好きなやつ。食べたかったな。だけどやっぱり、ケイちゃんのことを好きな男の子が絶対いるんだよ。でも、ケイのことが好きだったら、なんでいつもぐしゃぐしゃなものを置いてたり、わざわざ溶けたアイスを置いたりしてるのかしら。それよね。普通好きな子なら嫌なことはしないわよね。だからただの嫌がらせなのだ。ねえ、レオはどう思う？そうだな。最初はびしょ濡れで、ケイの持ち物も濡れて、溶けたアイス。もしかして、いや、そんなはずはないか。何か分かったの？いや、まだ確信があるわけじゃない。それに、非現実的すぎて。そうだ、明日の朝はいつもより早く学校に集合しよう。俺の推理が正しかったら犯人はあれしかない。わかった、明日は早起きしてくるね。一体犯人は誰なんだろう。はぁ、ねえユッキー、聞いてよ。毎日毎日誰かが私を困らせようとしてるんだよ。何なんだろうね。私何かしたかな。冷蔵庫なんて。今日のおやつはこっちにありますよ。違うわ、ユッキーが溶けちゃうから。ユッキー、これで大丈夫。お姉ちゃん、さっき言ってたユッキーって何でちゃか？この前、雪が積もった日に学校で雪だるま作ったんだけど、天気が良くなって晴れの日が続いてきたから溶けて小さく
日話しかけてくれてありがとう。楽しかったし嬉しかったよ。せっかく冷蔵庫に入れてくれたのにごめんね。ユキ、あれなんだ、夢か。焦った。さてと、ユキは冷蔵庫で元気かな。見に行こうっと。あ、ママおはよう。おはよう。あれ、ママ元気ないね。お腹でも痛いの？いや、今朝起きて朝ごはんの支度をしようと思って冷蔵庫を開けたらいないのよ。いない？何が？あんたが昨日持って帰ってきた雪だるまよ。え？嘘でしょ？雪！雪！本当だ。なんで？学校に来てみたらお前の机の上にこれが。これはユッキーを作るのに使った木の棒と人参、そしてハンカチとチョコと手紙。もしかしてユッキーから。ケイちゃん、僕を作ってくれて、優しくしてくれて、遊んでくれてありがとう。机濡らしちゃってごめんね。お詫びにハンカチをあげるね。僕は雪がなくなったら消えちゃうから、雪が降ったらまた遊んでね。ありがとう。ユキ、こちらこそありがとうだよ。信じられないかもしれないけど、今までのことは全部この雪だるまがやってたんじゃないか。雪だるまだから雪が少しずつ溶けてびしゃびしゃになってたんじゃないかな。あのアイスも私のために持ってきてくれたんだね。ユキ、また雪が降ったら絶対絶対一緒に遊ぼうね。大好きだよユキ。またユキとケイちゃんが遊べる日を楽しみにしてくれる子は評価をぜひ。そしてここでお知らせよ。ココナッちゃんが参加するゲームチャンネルピコミンズができたから、概要欄からチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次の動画でね。